はいどうも、皆さんこんにちは。先日ですね、ちょっと100均に行きまして、最近の100均はね、ほんとすごいいろんなものが置いてあって、見ているだけで楽しいんですけど、その中でもちょっと気になったものをね、買ってきました。こちらです。アルコールバーナー用の五徳。こういったものはね、本当にアウトドアするのに、重宝しますのでね、ちょっとこれを買ってきました。それからもう一つ、この固形燃料です。こういったね、消耗品なんかも安ければ安いだけいいですので、買ってきたんですけども、今日はこの2つを使ってですね、ご飯を炊いていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、こんな感じか。こんな感じになってますね。3枚のプレートで。で、こうやって、切り込みがね、2箇所にあって、大きい方と小さい方とできるっていうことなんです。どうやんだこれ。どうなってんの？こういって、はい、できました。これが小さい方のタイプですね。大きくすると大きくするとこんな感じですね。これがこのクッカーが直径12センチぐらいのクッカーなんですけども、あ、これも乗りますし、ハンゴですね。ハンゴも全然普通に乗る、安定感もある。今日はじゃあこの大きい方で、セットしてね、いきたいと思います。セット。はい、ということで大体ね、蒸らしも7、8分、しましたんで、そろそろいいかなと思います。まだ火がついてますけどね、食べたいと思います。じゃーん、おいしそう。いや、焦げ付きもないし、すごいいい感じで炊けてます。とりあえずはこのままね、一口いきたいと思います。いただきます。うまっ。このままでもほんと美味しい。うまっ。ちょっと卵をね、食べたいと思います。うまそう。いただきます。36分、大体35分くらい燃えてますね。ただこれね、今日は室内でねやりましたけど、室内外でやる場合は風が強いと
お火が流されてしまうので、ちゃんとね防風対策をしてやれば全然外でもね、大丈夫かなと思います。はい、ごちそうさまでした。ということで皆さんもね、100均の、ごとくとアルコールバーナーで美味しいご飯をね焼いて食べてみてください。それではまた、さよなら。